こんにちは。今日の講義は書籍、世界の最新メソッドを医学博士が一冊にまとめた最強脳の作り方大全です。この書籍は医学博士ジェームズ・グッドウィン氏によって、科学的根拠に基づいた脳の健康維持に関する最新メソッドが網羅されています。さあ、我々の脳が日常生活にどのように影響を受けているか、そしてその影響を最大限に生かすためにはどのような環境や生活習慣が重要なのか、深く掘り下げていきましょう。著者は運動、食事、睡眠、腸内細菌、栄養、性欲、視力、孤独、幸福といった要素が脳に及ぼす影響を詳細に分析し、その科学的裏付けを提供しています。まず驚くべき事実ですが、大人になってからの知力の4分の3は環境や生活習慣によって決まるとされています。つまり、私たちが日々言っている習慣や生活の質が脳の機能にどれだけ大きな影響を与えるかを示しています。例えば、仕事のパフォーマンスを向上させるにはどうすればよいのか、認知症の予防には何が重要なのか、これらは単なる理論だけでなく実践的なアプローチで解説されています。脳を活性化し健康的な状態に保つために、単なる脳トレよりも語学学習やダンスといった新しい挑戦が有効であることも、この書籍の重要なポイントの一つです。また、知能が遺伝によるものか環境によるものか、そしてアルツハイマー病の発症と関連する年齢による脳の変性など、深刻な疾患との戦い方も包括的に解説されています。食事についても、人間の進化と現代の食習慣の間にある断絶が脳に与える影響が指摘されています。例えば、伝統的な3食とおやつの食事パターンがどのようにして私たちの脳機能に影響を与えているのか、その根拠についても詳細に論じられています。また、脳の健康には腸内細菌が密接に関与しており、善玉菌のバランスが学習能力や認知機能にどのような影響を与えるのかも、最新の研究成果に基づいて明らかにされています。さらに、孤独やストレスが脳の健康に及ぼす悪影響についても深く掘り下げられており、特に現代社会における SNS による孤立がどのような問題を引き起こすかも警告されています。さて、性欲についても興味深い情報があります。定期的なオーガズムが脳の活性化にどのように貢献するのか、これはまた新たな視点を提供しますね。そして、睡眠不足が中高年期の認知機能に与える影響や、運動不足が日常生活にどれほど深刻な影響を及ぼすのかも、著者は詳細に説明しています。最後に、本書は単なる理論だけでなく実践的なアドバイスを多数含んでいます。例えば、週に150分の有酸素運動を推奨する一方で、長時間の座りがちな生活が及ぼすリスクも指摘しています。また、グリーンジムと呼ばれるアウトドア活動が脳にどれほど有益であるかも、その効果について具体的に紹介されています。最強脳の作り方大全は、現代の科学が示す脳にとって有益な方法を包括的に紹介した決定版です。脳の健康維持に関心がある方々にとって、この一冊は必読です。日常生活で実践可能なアドバイスが満載であり、これを実践することで自分自身の脳の健康を最大限に引き出すことができるでしょう。さあ、私たちはまだまだ脳の可能性を追求し、健康で明晰な脳を持ち続けるための道のりを共に歩んでいくのです。この旅路は決して終わりません。この書籍を読んでいただくことで、日常生活の中で脳の健康を最大限に保つための新しい視点を得ることができます。例えば、食事や運動、睡眠、さらには社会的つながりや精神的な健康がいかに脳の機能に直結しているかを理解できるでしょう。これらの要素がバランスよく整っていることが、視力や認知機能を支える重要な要素となります。また、この書籍では単なる理論だけでなく、科学的な根拠に基づいた実践的なアドバイスも多数含まれています。例えば、日常生活で取り入れやすい食事の工夫や運動のスケジュール、睡眠の質を向上させるための方法などが具体的に述べられています。これらのアドバイスを実践することで、自身の脳の健康を改善し、より質の高い生活が送れるようになるでしょう。さらに、本書は脳の健康に関する最新の研究成果を取り入れており、これによって著者が提案する方法やアプローチの信頼性が高まっています。
読者は科学的な根拠に基づいた情報を手に入れることで、日常生活の中での意思決定や行動の基準をより合理的に立てることができるでしょう。さらに、本書の読者は自分自身の脳の健康についての理解が深まるとともに、その健康状態を維持するためのモチベーションも高まるでしょう。例えば、新しい習慣を取り入れてみたり、日常生活の中での選択を見直したりすることで、将来的に脳の機能がより良い状態で維持される可能性が広がります。この書籍はただ単に脳の健康に関する理論や知識を与えるだけでなく、読者自身がその知識を実際の生活にどのように生かすかを具体的に示唆しています。そのため、読者は単なる情報収集だけでなく、実際に行動に移すことで自己成長を達成することができるでしょう。このように最強脳の作り方大全は単なる健康本にとどまらず、脳の機能を最大限に引き出すための実践的な指南書として、多くの読者にとって価値ある一冊となるでしょう。私たちは脳の可能性についてさらに深く学び、日々の生活の中で実践していくことで、健康で活力ある生活を築いていく道を共に歩んでいくのです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、美容と健康管理が重要なのは、私たちの生活の質と健康状態に直結しているからです。健康的な体と心があれば、日々の活動においてより効率的に楽しむことができ、人生を充実させることが可能となります。そのため、ダイエットや体型の管理に関心がある方には、ライザップ結果にコミットプライベートジムがおすすめです。このジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個別に合わせたプログラムを作成します。これにより、過去にジム通いが続かなかった方も、専門家のサポートの下で目標達成が可能です。ライザップの特徴としては、トレーニングのみならず食生活やメンタル面のマネージメントも含まれており、トータルな健康管理が期待できます。食事制限が苦手な方も安心して利用できる食べられるダイエットが特徴であり、リバウンドを防止するための理想的な体づくりが可能です。また、プライベートな空間で行われるトレーニングは、他の人の目を気にせず集中できる環境を提供します。トレーナーとの密なコミュニケーションによって、効果的な運動計画が立てられ、自身の目標に向かって確実に進めることができます。さらに、ライザップは30日間の無条件全額返金保証を提供しており、その自信の表れとも言えます。この保証があることで、安心してプログラムに取り組むことができ、自分に合わないと感じた場合でもリスクなく撤退できます。テレビ CM で結果にコミットするとして知られるライザップは、多くの人々に実績を積み重ねてきたパーソナルトレーニングジムです。ダイエットだけでなく、健康管理にも特化したサービスを提供し、多くの満足度の高い顧客を抱えています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。